ただいま、お久しぶりです。よろしくお願いします。今度の新聞でうちの高校の七不思議の特集を組もうぜ。部長の一言で僕たち新聞部は学校の七不思議を特集することになった。今年の夏に長い間使われていなかった旧校舎が取り壊されることになり、それに合わせて恐怖ネタをやりたいということだった。そしてまだ1年生で新人の僕がその担当に選ばれてしまった。選ばれてになってた。見た？パになってたよ。まあいいか。というわけで今回はホラーゲームを実況させていただくことになりました。よろしくお願いします。しきらねパあんま気にしないようにしよう。ホラーゲームと言いますとあまりいい思い出がないんですよね。最後まであまり怖い話が得意ではなく、どちらかというと臆病かもしれない。うん、なんで知ってんの？何？音楽がいきなり、てか勝手に進んでるけど、オープニングがこれ、初見です。今日はどんよりとした灰色の雲が空一面を埋め尽くし、いつ雨になってもおかしくない天気だ。吹く風もじめっとしていて、肌にまとわりついて離れない。なんでこんな日に薄暗い部室で怖い話を聞かねば。そのところどころに入る半濁音をなんとかしてくれ。緊張感が新聞部。それでも自分の意思と反対に足が部室の方へ向かっていくのは、いるのは調子悪い半濁音のせいだ。部室のドアを開けると一斉に12個の目が僕の方を見た。部室の真ん中に置かれた大きなテーブルを囲むようにして6人の男女が静かに座っていた。男女、まあいいか。女少ないしな。うん。はい。僕の知っている顔はなかった。学校が大きいから同学年でも見たことない顔があっても不思議ではない。集まっている6人も雰囲気からそれぞれが見ず知らずのように思える。うん。6人？先輩の話では7人に声をかけるということだった。一人足りない。別にそこは怖くもない。おお！来たじゃん。俺かよ！バカかよ！ちゃんと見れよ。はい。すいませんでしたね。みんな下を向いたままピクリとも体を動かさん、死んでんじゃねえか。すでに死人が来るべきはずの7人目も一向に来る気配がない。ただ、いたずらに時間だけが過ぎていく。いつまでもこうしていてもどうしようもない。行動せなあかんぞ、みんな。皆さんお忙しい中集まっていただいたと思いますので、そろそろ始めたいと思うのですが。お、リーダーシップを思い切ってこい。よし、よくやった。100点。100点ゲット。7人集まると聞いていたんだけれど、君が7人目なのかい？それとも君は僕たちの話を聞く新聞部の人なのかい？中の一人がうつむいたまま目だけを僕の方に向けてポソリとつぶやいた。なんて陰気そうな人だろう。失礼な。おお、そんなやつが。はい、僕は新聞部の坂上修一と言います。これが俺か。今日は皆さんの話をお伺いするように先輩の日野さんから言われたんだけど、よろしくお願いします。俺の威圧にみんな黙りこくって何も話してくれない。お前のせいだ。どうでしょうか。このまま待っていても仕方がないので、そろそろ始めませんか。僕はしびれを切らしもう一度尋ねた。なんか言え。いいですよ、一人がいい。残りの人たちはゆっくりとうなずいた。一体彼らはどんな怖い話をしてくれるのだろうか。物質の空気が妙に重く肩にのしかかっているような気がしたのは僕だけだろうか。立て付けの悪い窓から漏れる生暖かい隙間風が僕の方を舐めるように吹いている。何か得体の知れない気味の悪いものがここにいて、何かが起きるのを待っているようなに思えてならない。そんな言い知れぬ恐怖を感じさせる何かがここにはある。
もうなんか話聞かんでもお前がか、お前が考えて書けばいいんじゃないっていうぐらい頑張ってるね。想像力を無駄に働かせてるね。自分を、そんなに自分で自分を追い詰めんでも。大きいな声で言った。それでは始めましょう。それでは始めましょう。空気読めお前。6人の冷たい視線が僕の心に突き刺さった。おう、オープニング。お、子供たちが遊んでいるよみたいな。なんだその演出は。メデューサーがいるね。鎧武者ズモモモモじゃないよ。まあというわけで、学校であった怖い話、実況を進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。おお、坂上周一。じゃあそのままで行くという手もあるんですけど、申し訳ない、今回は本名で。はじめましての方、はじめまして、寺蔵と言います、よろしくお願いします。まあいろいろゲーム実況してきましたけど、まあ見てくださった方ありがとうございます。くそ、操作しながらうまく喋れねえや。寺蔵が丸だった。ソに丸だった。あ、もうセーブか。お、どこ、右左、右から左から受け流す的な。ほら、ゾが丸だよ。まあいいか。さっき坂上周一って自己紹介したのに名前変えちゃうみたいな。誰の話を聞こうか。うん、なんかそうだよね、こういう風に選んで進めていくっていうのは知ってる。進藤誠、なんかクール、クールを通り越してダーク。目どうなってんの、なんでヘルメットかぶってんの。防災意識が高いんだな。風間望む、なんとも犬みたいな顔をしているような。おお、細田智晴、細だ、細くねえだろ。何が細いんだ。襟元が細くてちょっときつくて苦しいみたいな。岩下明美、おお、ちょっとふっくらしてるけど可愛い。福沢玲子、なんと言えばいいものか。あの向かって左の目がすげえ怖い。ちょっと右側隠すと、うわやばいなこれ。ステレオモノラル、え、これどうやって変えるの。あ、変わった。お、ステレオになった。よし、じゃあ、どうしようかな。ロックマン的な感じで。弱そうなのから選んできたけど。男が4人いるから、そうだな、男から行こうか。あんま強くなさそうなのから。じゃあ、ちょっと、名字を詐称している。細田さんから。